構均等ですね、大きさが。ねえ、こうやって。これぐらいの大きさがいっぱいあるのが一番いいですもんね。試験というより全面にやっちゃったんですよ。あ、構いません、全然。お茶で、はい、いい結果が出てた。ああ、ちょっと、もう、もしかしたらじゃがいもにももうどんぴしゃ効くのかなと思って、はい。はい。もう試験というより全面にやっちゃったんで、正直ありますけど。今年はでも、しっかり、はい。いいっすよ、こんな感じで。ついてるの、結構ついてるんですよ。写真撮らせていただいても大丈夫です。めっちゃ下げてる。普段だとどんくらいなんですか？半分くらい。今年はですね、植え付けがちょっと9月の台風で出すしかなくてですね、はいはいはい、なので、まだうち2年目なんですけど、はい、植え付けがだいぶ遅いんですよ、はい、前の年より、はい、なのでちょっと心配だったんですけど、はい、やっぱ生育スピードがちょっと違うのかなって感じですね。品種は何ですか？これ、西豊かなんですけど。西豊か。他の人と比べたら、葉っぱだけは結構バーって、いい感じになって最初。はい、同じ日にちぐらいに植えた人がいるんですけど。はい、全然違うくて。もうほぼ通路が見えないぐらいでしたよ。葉っぱが。今、霜でもこんなになっちゃってますけど。はい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 、同じぐらいに植えた人と全然違うもんね。何をしたって言われてるぐらいでした。こう、極端にこう。違うの。やめてください。一番に出すんで、あんまり大きいのがありすぎても、この曲安いんですよね。うんうん、手ごろなとか、このサイズ。はいはい。今いっぱいあった方が、そこそこ値段がやっぱ止まってしまうんですよ。うん、大きいのがいいのかなと思って、一年目結構大きかったんですよ。やっぱ、省かれるんだけど。うん、うちなんかでも一応もう企画で 2L、3L ってあるんですけど、上がれば上がるほどやっぱり値段は下がっていく感じです。うん、出荷はできることはできるんですよ。ただもう、どんどん。上になればなるほど。上がりますもん。その、数巻の大きさぐらいのところがやっぱ止まってて。この M、L ぐらいがやっぱり一番。え、これでどんぐらいですか？これで M ぐらいじゃないですかね。そうですね。だって、はい、スーパーとかでよく並んでる。そうそうそう。これぐらいのサイズもね。昔大きかったですけどね、ジャガイモって。まあ、そうそう。大きいと安いんですよね。だから、極力2週間ずらしたんで、はい、大きいのは入んないだろうで、はい、収穫していったんですけど。そう、大きかった。で大きいのも、やっぱ、測りのせいはあるから。結構なんか、ほうれん草とかだと根っこの、このあの、分血というか、うん、それが少なかったんで、一本一本がちゃんと太って、しっかりしたやつ。それでいて、こう、全体への広がりが多かったっていうのがあったんで、じゃがいももそういう風になってくれると、割とこう、均等にこう、ですね、いくのができるんじゃないかな。結局、全部が、まあ、いいサイズになるのが一番いいですよね。うん、均等にこう全体的にここバーってこう横に広がってくれると、はい、芋の成長とかも。大きいのがポツポツじゃ意味ないですもんね。そうですよね。これぐらいのサイズで均等に大きいなとも言うことないですよ。この、これを切ったり、粉砕するんですけど、粉砕するときは大変でした。そんな大きくならないかなと思ったんですけど、2週間ずらして植えてるんで。もう全然。意外と大きく入ってたよね。東京と巻いたのは1回だけ。ここで2回ですね。2回ですね。植え付け前。植え付けて、植え付けた後に2回振って、ちょうどこう芽が上がってくるときに1回振って、そしたらまた2週間後ぐらいにもう1回全面に振ったんですけど。施肥はどんな感じ？普通のもう最初も元肥を入れて、もうそのままもう追肥も何もしなかった。ないですよ。東京と何か。なるほど。どんなボールと一緒に今回は1回目は虫かな1回目は虫。草だね、除草だね。種殺しを兼ねて1回目除草と一緒に、はい、振ったんですよ。で、2回目が虫と同時に振って。トキュートを使って一番実感できたことって何ですか？葉っぱが大きくなるスピードは速かったかなと思います。はいはいはい。去年と比べたら。はい。収穫したジャガイモの品質はどうですか？去年より綺麗で。はい。ちょっとまあ市場であと判断されて参加したらになるんですけど。はい。最後、満足はします。最後になんですけれど、東京都を継続して使用したいですか？したいです。よろしくお願いします。え？え？
東京ウィートを使った感想ってどうでしたか？はい、すいません、僕はですね、お茶担当なんですけど、はい、お茶の方でも実績が出て、はい、またこっちのジャガイモの方でも、はい、またここ収穫前なんですけど、はい、はい、いい結果が出ると思います。望んでおります。後続で、はい、いろんな方が使用を検討してるんですけれど、はい、その方々に対して何か一言いただけますでしょうか？はい、ぜひ使ってみてください。まず、一箇所でもいいので、はい。もう結果が見えます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。